戦4勝まだ負けがありません。ライジングルーキーカップスーパーフライ級決勝戦3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。さてライズ134後楽園ホールからお届けしています。ここからいよいよ本戦開始となります。第1試合はライジングルーキーズカップスーパーフライ級の決勝戦です。19歳の吉村、そしてユーマは17歳です。さて解説には白鳥泰治選手をお迎えしていますが、白鳥さん、19歳と17歳の対決、まあ、非常にこう将来性のある対決を迎えましたね。これからですね、2人ともフレッシュな戦いを見せてほしいですよね。はい、赤コーナーの吉村はまだ負けがありません。4戦4勝です。4戦4勝、まあ、勢いに乗ってますよね。はい、19歳です。ラウンドさあ試合が始まりました。共に白いトランクスを履いています。サウスポーに構えているのが吉村です。一方このブルーのラインが入っているのがユーマです。まあ、ユーマはこの、まあ、ヘアスタイルといいですね、いかにもこう山口道場って感じしますよね。多いですね、はい、みんななんかちょっと変わったというか、派手なスタイルなんで、はい、さてサウスポーとオーソドックスの戦いになりました。まあ、あの白鳥さんは、ね、サウスポーなんで、はい、サウスポーの選手の方がこう気持ち分かるという感じですかね。まあそうですね、もうこうユーマ選手が今、はい、プレッシャーかけて前に来ているんで、吉村選手がもっとこうジャブ使ってジャブ振ってフォー蹴ってもうちょい散らして戦えたらいいかなと思います。まあ、攻撃を、ね、いろんな方向から行った方がいいですよね、はい、おプレッシャーかけます。まっすぐ下がるのじゃないですかね。はい、前蹴りコーナー詰めて右合わせてきました。右ストレート前蹴り、どんどん手を出してきます。いや、もう今本当にあの序盤から積極的ですね。リレーサイも邪魔力が、はい、先ほどもご紹介しましたが、吉村は4戦4勝負けがありません。左前蹴り、その蹴りに合わせてパンチも出していきます。ユーマスタイルもやっぱりこう山口道場と感じしますね。しますね、まあ、本当にあの白鳥さんもチームてっぺん、いろんなこう人員によってカラーっていうのがやっぱありますよね。まあ、あると思うんですけど、チームてっぺんって結構みんなバラバラだと思うんですけど、はい、なんか山口道場ってみんな似てるのかなっていうか、右出しました。吉村、吉村のパンチ当ててきます。インボディ、プレッシャーをかける。インストレートアッパー、攻めます。ナイスだ。しかし白鳥さん、はい、今のプレッシャー相当強いですね。そうかけていってますね。これやっぱ山口道の選手なのかわかんないですけど、はい、やっぱすごい打ち分けだったり、攻撃のこうバリエーションというか細かい部分ですごい打ち分けることの印象なんですよね。はい、ただ吉村もペースがつかめません。残り30秒経います。一方 の吉村のパンチはいかがですか。パンチはまあどころどころ入ってはいるんですけど、ちょっとパターンが一つもうちょい増やしていけたらいいかなっていう印象なんですけど、残り10秒切っています。吉村君こう攻めた後のもう一歩が欲しいところなんですよね。なるほど、しっかりガード最後中中中最後中中。ここで今回第1ラウンド、1ラウンドが終了しました。白鳥さんにこう伺いたいと思います。この1ラウンド終わってまずユーマの動きいかがでした。いや、すごいアグレッシブに出てきてるなというイメージで、やっぱこうスタイルがありますね。もう自分のスタイル貫いてこう戦ってる印象ですね。そうですね、はい、まあ、しかし17歳でこれでスタイルを確立してるってこと自体がすごいですね。まあそうですね、まあでもこれからもっと伸びる選手だと思うんですけど。さあリプレイでご覧いただいています。中割にパンチ出してきました。さて対する吉村に関してはどうでしょうか。まあやっぱサウスポーなんで、まあ、なんか左の蹴りも増やしていけたらいいのかな。ナイクセコンのユーマ選手が、はい、プレッシャーが出てくるんで、もっと前蹴りを出せれば、まあ、今日勝って戦いたいですね。さあ第2ラウンドの始まりです。前蹴りとそれから左ミドル持ってほしいところですかね。まっすぐ伸びる攻撃が欲しいんで、はい、2ラウン
ラウンドが始まりました。序盤から今度はローを出していきます。ユーマプレッシャーをかけます。これはダウンではありません。リフック、これはダウンです。左フックが当たりました吉村。いや今のは上手かったですね。今のはバッチリ入りましたね。はい、ショートフックが入りました。ここで吉村チャンスです。どうですかね、聞いてますかね。いやダメージありますね。ありますか。足に来てます。あということはこれ吉村チャンスですよね。今選手もうちょい行きたいところなんですけど、まだ2分以上あります。しかし焦る必要はないんで、はい、続いていきます。はい、先ほどは左のショートフックを当ててダウンを取りました。2分を切ります。右吉村のグローブ空手の経験があります。まあ、足技も得意にしていますが、このパンチもよく当てました。よく見えてますね。はい、そうですね。やりそうです。あんまり蹴り使わないですね。あー、ストレート、ストレート。さあ、どうだ、この前詰める。後ろのパンチ、後ろのパンチ、非常に伸びています。ストレート入ってましたね。入りましたし、今ちょっとボディも、はい、ワツーなんじゃないかな。ワツー、またいった。ちょっと冷たいな。はい、これはどうだ。左ハイキック、立ち上がりました。ユーマそれなんです。立ちましたね、今。立ちましたね。気持ちの強い選手です。ね、はい、パンチ入ります。さあ、ノックアウトを狙います。狙う、コーナーに詰める。テクニカルノックアウト、吉村亮次郎、これで5連勝です。吉村亮次郎、最後はレフェリーが止めました。テクニカルノックアウト。最初こうプレッシャーかけられてた印象あるんですけど、はい、2ラウンド入ってすごい自分の距離感でうまく戦えてますので、もう最後何でも入るというですね。そうですね。これは後ろ回し蹴り、パンチを当ててダウンになりました。これ最初のダウンです。やっぱこう何か入れられちゃって効いてる方ってやっぱ焦っちゃうんで無理に打っちゃっちゃうんですよね。そういう時、相手が来た時に、そういう時ってやっぱ冷静にならないと、まあ気持ちは分かるですけどね。ハイキックでダウンを奪いました。ハイキックで止めまして、これで2秒です。2ラウンド2分2秒、試合の終わりは2分2秒でした。吉村亮次郎がユーマを下しまして、これで5勝ですよ。ルーキーズカップスーパーフライ級で吉村亮次郎が優勝を飾りました。